今日は衣さんに納豆1パックあげたいと思います。どういうこと？ちょっといい納豆見つけたからさ。はい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 、来ると思ったよ。じゃあ準備するからな。じゃあ揚げてきます。はい、お座りして。これがちょっとね、食べれないから。そうだね、これ捨ててくるわ。おお、美味しそうだな、これも。たくさん混ぜた方がね。いいかな。ほら、ちょっと一口だけ食べてみる？これも。はい。お前絶対こっちの方なんだけど。本体。ダメだな。危険だな。ちょっとだけ俺食べて。飼い主食べるの？味しないでしょ。うん。納豆。はい。よ。なんでお皿にあげるっていうことしないの？そうだね。お皿であげればよかったね。一旦回収。あ、でもこれでも食べれるわ。あ。あ。ほら、落とした。じゃあ頭ちっちゃくないの？入っていかないの？お前納豆食ってるっていう。いやー、点ついた。コロンコロン、こっちこっちこっち。あともうこんだけ。早いね。シャンの鼻から糸引いてる。もうちょっと後で吸おうな。お風呂入ってきて。まだあるぞ。うん、これはダメ。あ、うん、まだあった。あげるよ。綺麗に食べたね。はい、完食。ダメ。ちょっと鼻拭いてやるから。口の中ネバネバする。はい、ごちそうさまだ。当分ペロペロしないでね。やめてね。お水をあげるの、ベタベタしてるから。水で口の中ゆすぐのじゃん。